こんにちは、インディゴライフアイです。今回は電気自動車アウディ RS e-tron GT を試乗しにアウディ広島インター店さんにお邪魔しています。今回は e-tron GT、はい、用意していただいたんですよね。はい、楽しみすぎる。もうなかなかさ、乗ることないから。しかも何色だと思います？皆さん白かグレーって思うでしょ。なんとなんとなんと、じゃじゃーん、赤、かっこいい。アウディ RS e-tron GT 車両本体価格1899万円。こちらの車両はユーズドなので、この車両自体は2023年11月時点で総支払い額税込1570万円。最高出力は 475kW、 0-100 の加速は驚異の 3.3 秒、電気自動車の初速早すぎ、一時充電走行距離は 534km、 全長全幅全高などの詳細は記載の通りです。時代の先端を行くテクノロジーと感性を刺激するエモーショナルなデザインを両立したアウディの理想を体現する電気自動車のフラッグシップモデル、未来のグランツーリスモです。ここさ、両方さ、この丸いのあるけどさ、どっちからも充電できるん？口が違うよね。じゃあ急速充電と普通充電との口ってこと？いいね、ボディもキャリパーも赤で。こっちが普通充電で、こっちが、あ、本当だ、急速充電の茶デモで。アウディ RS e-tron GT ジョイグレードなので、内装もカーボン使用されててとってもかっこいいです。シートがさ、本当にさ、超ボケットシートだね。これ何の編み編みなの？初めて見る、こんな縫い方。これはなんかすごくハニカムっていうか、RS のイメージ。私が内装で一番気に入ったのはシートベルトの赤。今は分かりにくいんだけど、座席に座ったらすごく目立ちます。この後試乗するので、ぜひチェックしてみてください。じゃあ出発お願いします。はい、最初はね、あのアウディのディーラーさんにね、運転してもらいます。ちなみにね、なんか RS なんで、この辺のカーボンの分とかはオプションないです。あー、さっきさ、あのドアのさ、開閉の時さ、この e-tron の文字がさ、なんかマークが光ったのがちょっとかっこよかった。あ、ほらほら、ちょっとなんかピンク色になってるの分かります？これ車内の LED が変わったら、多分ここの色も変わるようになるんですよね。これ何色、何色ぐらいあるんですか？こっちから30色ぐらい、30色、ね、あるみたいです。あ、ピンクに書いてくれた。あ、本当だ、変わった。他の色をちょっと押してみてもらっていいですか？じゃあこの e-tron GT の特徴、エアサスで乗り心地が良くって、試乗だからね、あの乗った感想をね、話そうかなって思います。今のところまだでも、あの 50m ぐらいしか進んでないからねあ、これがあれ、電子音、電子音、これ多分外の方がもっと聞こえるはずですよね、きっと。いや、中の方スピーカーから出るようになった。あ、そうなんだ、あれ、ボリューム調整とかできるんですか？いや、もうこれはもう、この音、これが一番大きい。あ、エンジン音に模した電子音が違うから聞いてみたかったんですよ。で、メルセデスとポルシェの体感とかは、あの、聞いたことあるから、アウディでね、あの、聞きたいなと思って、ちょっとご無理言って、今日 e-tron GT をね、あの、出していただいたっていう経緯がありますね。はい、はい、並びされることってのがあって、こう、まあ、ピコとこの方だとダイナミックってあって、ダイナミックにすると、まあ、あのスポーツモードを全部が、あの音も一応これが一番大きいらしくて。あ、ダイナミックが、ダイナミックのね、次あるがコンフォート。いや、コンフォートじゃなくて、あ、はいはいはい、レース仕様みたいな音のやつはないんだ。そう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 、インディビジュアルなんだ、次がね。そう、
島インターに、ね、乗っていただいたので、今からちょっとね高速乗って加速をね体験してみようと思います。どうです、運転してて加速やっぱいいなって思う？ガソリン車よりは、うん、やっぱりあの電気自動車の加速ってすごい、すごいですよね、うん、あ初速すごいいいよね、もうあのスッと最高速速速いところまで持ってくんで、初速がいいって言ってまだ走ったことないんだけど他の電気自動車をねあの試乗した時にねそうかなって思ったんだけど、この後私もねちょっとだけ運転させていただきます。やっぱ走りはクイックに走れる？うん、当然スポーツカーだもんね今更気づいたんだけどさ、シートベルトがさ赤ですごいかっこいいね。ね、でしょ、うん、これ結構高ポイント私的にはそう、これ RS のオプション、うん、え、あ、オプションなんだ、うん、これちょっとじゃあ運転を、よし、じゃあ私もねちょっと運転頑張ってみます。頑張ってくださいじゃあね、ちょっとイートロン GT の運転をさせていただきます。はい、はい、お願いします。もうこれエンジンかかってるんだよね。うん、かかってる。ほんと静かだからね、本当にかかってんのかなって思う。だから今パーキングなんで、うんうん、どうするの？ブレーキ踏んでドライブにこれを、え、これ、それ、え、ここじゃなくて、うん、ここ、え、ここなんだ。そう、え、これが D？ うん、え、じゃあバックするときはこう？そう、初めて知ったこれもまた見せにゃいけんけど、楽、ついさ手がこうなっちゃう、そう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 、いい場所なんでしょ、うん、出発、どうぞ。やっぱ大きいですね、うん、だしかも運転中にさ後ろのさタイヤのところがさ張り出してるからさめっちゃ見にくいでもその造形美がかっこいいんだよね。そう、持ちやすい、パンチングがいいでしょ。そう、それだしさ、なんか太すぎるやつあるじゃないですか、持ちにくいっていうか、じゃなくてなんかちょうどさ、なんか締めるとこは締めて出るとこは出るっていう、なんかすごい運転しやすいし、なんていうんかちょうどいい半径とか、うん、大きさ、なんかね私のメルセデスちょっとちっちゃい気がする。まあでもそれはいいのかな。でもいいの、うん、でもスポーツタイプないそうそうそうだけあってさ、そうそう、それでここは下が切れてるじゃん。そうそう、うん、まあ、絵に映ってないけど見えてないけど、ステアリング下がちゃんと切れてる膝に当たらない。標高上がってきたよ。標高358m。あ、そんなのも見れるの？書いてある。いいアウディ初心者すぎて何もわからんけどねするときさ、一回だけティーンしか鳴らないんだね、うん、普通だったらさ、ずっとさピンピンティーロン、うん、ティーロンとかさ、うんうん、ドゥーンドゥーンとか鳴るじゃないですか。そうそうそう、あれはアウディなくて音がしないんですねってみんな、え、他の車種もそう？全部そう、一回だけ言ってティーンってなったら終わりなんだ。そうそうそう、終わり、知らなかった。やっぱいろんな車乗ってみるもんですね、うん、あ、そうか、アウディはあんまり運転してないもんね。うん、だって前さ、あの見せてもらった時もさ運転してもらったから。そうだね、そうだね。え、アウディ運転するの私初めてかもしれない。確かに初めてじゃないの何気に。そうじゃ、うん、そうかも。そうだよね、うん、いつもさ、あの何、あのマセラティ行くだの、ベントレー行くだの。そうね、俺運転してるよねえ、ちなみにこの車のグレードってだから何があるんですか？イートンの GT は、うん、ベースの GT と、うん、今乗ってるあのジョイグレードの RS, RS でね。で RS の方が上なんだよね、今乗せてもらってる方が。そうそう、前方だけで言うと本
はちょっと難しいです、うんうんうん、で感覚は思ったより思ったよりっていうかやっぱりでかかったなって感じ車線ね結構ねパツパツで走ってる。で前が見やすいっていうのは私の感覚なんだけど、私いつもロングノーズ乗ってるからさ、うんうんうん、そうだね、低いし前見えないんだけど見通しはね結構かなりいい。本当はなんかかっこよさげにパドルシフトとか使いたいんだけどね、下りちょっと操作誤ったらいけないけど、まあね、乗るとき気をつけなきゃいけないこととかある？うん、全然もう乗りやすい車だから特に。めちゃくちゃ車高が低いってわけでもない。そう、だから車止めとかもだいたいちゃんとクリアできてるし、実用性のあるスポーツか。今さ、この走りってさ、ダイナミックにしてくれてるんですか？うん、ダイナミック。コンフォートにしてもらっていいですか？はい、走りの違いを見よう。ハンドルが軽くなって、うん、足回りが少し軽くて柔らかくなって軽くなった気がする。音もちょっと静かになって、実は音のことはちょっとなんか耳がピキって言って標高が高くてさ、あんま分かんなかった、ごめん。あ、なんか耳が来た。来たでしょ、うん、充電の時間とか分かり、急速充電でやっぱり30分ぐらい、普通充電だったら、うん、やっぱり一晩、満充電をするとか、うん、今ね広島でさ、このイートロン GT 買ってる人さ何人ぐらいいるの？ GT は20台ぐらいかな。そうなんだ、うん、何色が売れてる？やっぱグレーが今年最近多いかな。流行りの色ってこと？うん、で広島は、うん、驚くほど白が売れてない。そうなの？うん、ちなみに人気の色は何？だから結局 GT で言うと、うん、グレー、黒、赤。グレー、黒、赤、うん、アウディ全体で言うと何色？白。白が売れてる、うん、白が売れてるけど GT の中では白、うん、ゼロかな。ゼロ、うん、ちなみに今ちょっとやってみたんだけど、ブレーキさ強く踏んだらさ、うん、ブレーキホールドかかるやつ、ね、ホールかかるんですね、うん、今 P がついたから。そうそれいいですね。軽くノックしたらさ、うん、3回かかる。そう車線変更用の、うん、まあね、こう車種によってはさ3回の時もあるしさ5回の時もある。あ、そうなんじゃ、うん、個人的にはでも3回の方が好き。なんかスッキリ、うん、なんか動かないだったら長くってから、ね、うん、そう、うん、やっぱ大きいですね。196あるからね。でも SL もそのぐらいじゃない？そのぐらい、ねえ、同じぐらいだと思う。こっちは長いけど走ってる姿とかも自分で俯瞰で見れないからちょっとあんまりそれかっこいいよ。スマートなハンサムな感じで踏めたら踏んでみてね。いやちょっとね、試乗だけねあんまりね踏み込んでもあれかなと思ってね、やっちゃっていい、ビクビクしてる。やっちゃっていいよさっきからね分かってた、私が恐る恐る運転してたの。やっちゃってな感じ全然ないよね。雑な感じ全然ない。マイルドなんだけど
違う、アウディの味付け、味付けね、味付けとかそういう装備が大体そう、そういう感じなんだっていうのを参考にならんかねちょっとはちょっとはなってほしい。アウディ的にはあのインテリアライトが30色ぐらい、そうそうそう、最新のものだとついてて、ごめんそれぐらいだった他のアウディの車と共通点ってこれさっきさヒューンって言うところさ、私がヒューンって言いながらさ止まったからさうわこれ次は絶対黙っとこうと思ってヒューンっていう音をお届けしようと思ってさ黙ってた入ったからちゃんとでもすごい運転しやすかった、私的には。うん、いや本当あの運転しやすいのが一番本当に、思ったよりあの乗り心地もいいし全然硬くないし、 GTスポーツカーだからといって癖がないのがやっぱりアウディの特徴だと思うんで、あ、そうなんだ、うん、アウディの特徴がそもそもそうなんだ、そう、癖がないと、それはまあ 癖好きの人にはね物足りないかもしれんけど、そうそう、居住性はね大事にするから、うん、ラグジュアリーの話してないけどシートがね、なんていうシートの名前でしたっけ、蜂の巣の、そう、ハニカム柄のね、ハニカム、ハニカム柄のハニカムシート、そう、スポーツシート、うん、あと素材はアルカンターラ、あ、内装アルカンターラとか、そう、そうね、そう、あとカーボン、あの、あ、カーボンです雑なあとすごいバケットシート、ここにさ、RS のマークが入っててすごいかっこよくなってる、で、シートベルト赤ね、あ、シートベルト赤、赤、あの総括に入ってます今もうお店に着くから慣れてないってはこういうことないよニュートラルだけどニュートラルティーンって言わないなって思ってたのこれどこで合わせたらいいんだろう、でも こんなもん、うん、こんなもんちょうどいいくらい、本当だ、私ねこれ系もさ慣れてるんですよね、バッチリ、あのなんでかっていうとさ、三半規管の平行感覚で止めないとま、うんうん、っすぐにならないっていうのを体で覚えてるから、これさ見たらさ絶対かん、逆にね、うん、めちゃくちゃ斜めになるんですよこのわかる流線形のボディで合わせようと思ったら、そうだから、そう、初見の人がさその運転したらさめちゃくちゃ難しいと思う、バック駐車でも、まあでもサランドビューって結構ねやっぱり差しにはなる、うん、これでもね知らずに運転するここ見てないから見て見てだってさどこ見たらいいか分からないみたいなでもそれはあるよね、うん、初見の人はバックの駐車が難しいっていうのがあるかもしれない。じゃあ本日もご視聴本当にありがとうございました、ありがとうございましたバイバーイ